今日は多目的ホールを貸し切ってのレースです。サコジン TV、はい、夜の9時半まで。毎度カエル系 YouTuber のサコジニーです。今回は第2回サコジュニ TV 杯のレースです。ちょっとねもうコースの設営だと終わっていて、今皆さん各自練習走行をしているところですね。今日のレイアウトはこんな感じですね。画像でもお届けするんですけども、こんな感じですね。レディーゴー。ワンピードラバが入ってるんですね、いきなり。でそこから、テーブルトップがありまして、で2着ので先に、ウェーブとでカーブで連転ジャンプがありますね。でそこからカーブで、ドラゴンバックでバンクがあってテーブルトップですね。で下ってでバンクで連転がありましてゴールという感じですね。じゃあ今日は思いっきりみんな楽しんでいただいて、楽しい回になるのを目指していきたいと思います。じゃあそれではどうぞ。へえ、調子はどうですか？調子は調子そんな調子なんかいいわけないでしょ。いい時ないでしょ。いい時がない。いい時がない。なんか頑張りましょう。顔が CNG です。うもう顔出てるんで僕のところ。勝手に撮るんで。勝手に撮る。勝手に撮る。さらしゃあないね。はい。よろしくお願いします。調整が。続々と進んでるみたいで、本日はお世話になります。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。調子はどうですか？ワンピーが鬼畜ですわ。ちょっと変わったワンピーを今日持ってきましたので、ブレーキ効くみたいなので、はい、振りまくりです、ね、2周目以降がちょっとね、はい、じゃあ本日はよろしくお願いします。はい、頑張ります。爆速ホルソン、ふくらボディでパカ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 、イゲタを使ってない、素晴らしい。で、あれですね、ピタダンの一応連単するよ。すごい、ほんまっすね。ちょっとシゲイルっぽい感じ。これはアマレ牛のマスですね。かわいい、ふくら今日はよろしくお願いします。顔は出して大丈夫です。イエイ、ポテトのマーチ、翔くんです。ポテト挨拶してよ。ポテトのマーチ、ポテト温まです。こんちくわ。こんちくわ。こんちくわ。何食べてるんですか？唐揚げ。完璧やね。乾燥できた？乾燥できましたか？ブル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 できてないよね。もう間際におにぎり食べてます。
そしてポテト頭さんです。どうですか？まあいい感じですね。初めての VZ。 お、時間ない中、はい、素晴らしい。頑張りました。これで今日行きます。はい、お願いします。はい、マシンの調子はどうですか？乾燥した？まだしてない。難しいですね。頑張ってください。僕も頑張ります。本日あの参加賞でステッカーをお持ちいただいている方いるんで、テーブルの方に並べてます。アマドゥさんと、ポテトのマークチャンネルですね。あとワイヤーレフのネジネジさんで、あとサコジュに僕のステッカー並んでますので、参加賞なので、また各自、戻られる際に一人ずつ取っていってください。一人一枚になります。お願いします。写真撮影タイプ。はい、こっちでいくか。はいはいはい。はい、ここで表レースの流れを説明します。予選は抽選で組み合わせを決めて4回レースをします。レースはポイント制です。予選で多くポイントを獲得した順に決勝トーナメント進出、決勝トーナメント優勝でヒート優勝です。このレースを3回繰り返し、最終的に各ヒート優勝者同士で決勝レースで順位を決めます。はい、シグナルに注目。はい、スタート。スタートラップ来たな。連鎖ですか？お、吉野君が追い上げた。あーっと、ここで吉野君飛んだ。連鎖が。おっと、ととと、ホームさんか。連鎖、あと一周でゴールです。難しいセクションは、あとここを残すのみ。ゴール。ネジネジさん、ともやんさん、あずまさんです。はい、佐藤さあ、トラスト来たな。ネジさんが、あずまさんとネジさんのレッドフィット、すごい、これ一個してますね。これはあと続くのか。ラストシュー、ここの2人がすごい争いだ。どうなるか。あずまさん勝利です。テラさん、タダさん、ドロー G さんです。じゃあスイッチオンスタンバイでお願いします。シグナルに注目。佐藤、佐藤が来て、このはここでテラさんが飛んでいる。ここでドロー G さんがリードか。あっと、ここでテラさんが飛んでしまった。残るはあと観察するのみ。ラスト1周、あーっと、ここでドロー G さんも飛んでしまった。全員飛んでしまったので、次ひよこさん、そうくん、さこにです。シグナルに注目。はい、さこー、片足を引くのはここで、あれか、飛んだぞ。ここ飛んだのはひよこさんだ。そうくんと、あーっと、そうくんも飛んだ。残り一人、さこにが残ってます。あーっと、さこにです。全員コースアウトです。はい、次ヤマケンさん、ユーシーさん、ヤマちゃんさんです。ヤマケンさん、ユーシーさん、ヤマちゃん、ヤマケンさん、ヤマケンさん。じゃあスイッチオンスタンバイでお願いします。シグナルに注目。はい、スタート。スタートラッシュを切ったのはユーシーさんか。その後続くヤマケンさんで、ヤマちゃんさん続く。ここへ危ない、すごい、このレースはすごいぞ。ユーシーさんがラスト周でこのアップ入った。すごいでしょ。
ルーシーバイキー、ヤマケンさんの山ちゃんさんが3位です。ミニさんが内側、アスカさんが真ん中のレーンでお願いします。シグナルに注目。はい、佐藤。ワクワクしたな。アスカさん。あと続くのが、ミニさんですね。さあ、ここで追いついたミニさん。おーっと、アスカさん飛んで、ミニさんが残っている。ドラゴンマックを抜けて、デーブルトップ。ラスト1周入って、ここ入るか。どのが入った。難しいセクション、難なくクリアしていって、もう大丈夫でしょうね。ここはゴール。おめでとうございます。はい、優秀なポイントで来てますので、いいレースが見えるんじゃないでしょうかということで、それでは行きましょう。それでは、ミッションしていただいて、サイズが真ん中から取れたんですね。それでは行きまーす。シグナルに注目。はい、ステージだと、ちょっと出遅れた悪魔さんは達成なのか、あとわずか、ミッキーさんが飛ばしていくが、おい、ないとは先頭。これはだけど、だけど、これは悪魔さんが見たって、またミッキーさんが見たって全開。サトミさんがどう飛ってるか、おっと、これ、どこで悪魔さんが引っかかるか。早いなぁ。ありがとうございます。キーさんの配置、真ん中が今ちゃんさん、さらにことが今検索ということで、それではピットオフ頑張りましょう。シグナルに注目。はい、ミッキーさん、ピットオフ頑張りました。飛び出したのは山瀬さん。これは真ん中山ちゃんさんが行く。ここで1人コースアウト、ミッキーさんがコースアウト。まず飛び出したのは残り1点のスタート。これは誰かと思ったら0点が飛び出した。レンさんが飛び出して、これで3対5に締め、これでレンさんがホームの顔を浮かれていくように見える。その後ろから2人が出てくる。これで3対5のファイナルアップ。前のようにレンさんがそのまま引き切ることができないと、ここでなので2人を待って、よっしゃーということで、大記念のワーカーあざっす。第3ヒートはタコジュニが MC となっております。で、表彰台今回こんなの用意しました。ちょっとね、ここにマシン乗っけたこの 4x4 が見えないんですけど、これね、特製の土台を用意してます。それでは準備はできました。第3ヒート、はい、スイッチオンスタンバイ、シグナルに注目。さあ、第3ヒート決勝戦、ここはやっぱり決勝に上ったものだけあって、横並びの予選2周目、誰が立ち上がるのか。レンさんが1位か、続いて1位さん、吉野くん、おーっと、レンさんひっくり返って、ミッチーさんが勝ち上がるか。ここでミッチーさんゴール、おめでとうございます。え、どっち？あれ？これレンさんが1位で勝ち上がるんです。で、続いて吉野さん、吉野さんの順でした。ちょっと見間違えた。はい、各ヒートの優勝者決まりました。第1ヒート山ちゃんさん、第2ヒートサコジュニ、第3ヒートレンさんとなります。今日の、オープンの決勝なので、まあ、一番いいお手本を見せてもらいましょうということで、それではミッション3枚。
シグナルに注目。はい、結果をしました。ということで3人がこれ横並びだけど、前を行くのは俺はタコスキさんなのか、違う、山ちゃん、タコスキさんなのかで、あれ、行くよかと。これ、2番目、今走るのは前を走るのは、これはデンさんか、デンさんが前を行く、前を行くデンさんが、バラして、これでファイナルラウンドか、ファイナルラウンド、これでタコスキさんが、ゴール、ゴールした、ゴールした、ゴール行ったということで、ちょっと短く感じてしまいましたね、ごめんなさい。ということで、優勝がデンさん、2位タコジュニさん、3位山ちゃんさん、1位がデンさん、準優勝タコジュニがいただきました。そして入賞3位が山ちゃんさんでした。それでは表彰したいと思います。3位山ちゃんさん、はい、表面の方は、はい、あなたはニャララ以下賞役、おめでとうございます。副賞はこちらの方になってます。おめでとうございます。大変いい感じでした。はい、続いて準優勝、全て省略おめでとうございました。はい、ということで、はい、前半 MC せずに頑張った甲斐があるんじゃないでしょうかということで、はい、おめでとうございます。いただきました。僕出したけど、あ、それでは優勝、これが賞品ですね。はい、では優勝のデンさん、優秀な成績を収められましたので、これもいただきます。はい、おめでとうございます。賞品の方はこちらと、こちらと、こちらと、なんか義援団がなんかどっかの社長からということで、はい、ということでこちら、はい、おめでとうございます。副賞になります。おめでとうございました。はい、ということで、まあ、簡単ですが、はい、ここで商品提供、コース貸し出し、運営などお力添えをしていただいた方を紹介します。はい、ポテト頭さん、総額5000円以上のミニ四駆のパーツ、タミヤグッズなど提供していただきました。ポテトのマーチのステッカーも参加人数、いただきました。テラさん、レース準備、運営、コースの貸し出し、クリリンのフィギュアを提供していただきました。四駆なマンの新規さん、シルバーのメッキのマスダンパーセット、コースの貸し出し、急遽対応していただきましてありがとうございます。ひよこさん、 M3GPEC のステッカーをいただきました。ネジネジさん、キャラステッカーを参加賞として人数分いただきました。吉野さん、コースレイアウトの作成、レースまでの準備、運営、MC 担当などありがとうございました。さこまま、レースまでの準備、レースの運営などありがとうございました。アマドゥ様、アマドゥステッカー2種類、参加人数分いただきました。レーシングバー 100R 様、ワンピードラゴンバッグ貸し出しありがとうございました。最後にサコジュニ、表裏レースの副賞と賞状、運営 MC など、担当しました。今回このレースにお力添えをしていただいた皆さん、本当にありがとうございました。参加していただいた皆さんもありがとうございます。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。乗る日々鍛錬、痛み流す蹴り、秘密で大切なのは相手とのミーティング、いじかむいじかう、イエ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 イ、バリーハマフライング名や夢を見させて、裏からなショーダーバーサーカーフクラッシャー、魔を立てないさ、 We gonna be alive、 とある戦隊モノを見た怪人に負けたヒーロー、中の目も上げたら、たちまち強くなるなんて。